あとは2種類、サシャとシークレットのコンプだから、もうね、今日で決めちゃおうぜ。いやー、ここまで来た、長かったマジで。もうさ、俺的にはミカサとリヴァイ兵長、美女とイケメンゲットできたからさ、満足なんだけれども、やっぱりさ、コンプすることに意義があるから、絶対コンプする。行ったぞ、今日でコンプ、絶対コンプでしょ、間違いない。一発目から、一発目から持ってないで来てくれ、お願いします。あー、心臓痛い。もうこの開ける瞬間がやばいよね、心臓。いや、リヴァイマジかっけえわ、頼むぞ。いや、でもね、ミカサも一個欲しいから、ミカサでもいいんだ。でも欲しい、頼む。おっと、待ってくれ待ってくれ。エレン君か、エレン君めっちゃ出るな、毎回毎回エレン君すごい出るけど、まあ、ね、まあそういうこともあるさ。あー、スポリン、あー、マジか、心臓痛い。マジで今回でコンプされてくれよ、もうこれ売ってないんだって、マジで探すのすごい大変なんだよね、頼むぜ。よし来てくれ。はぁ、緊張する、行くぜ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 。はぁ、やばい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 、心臓いて心臓いて、イエス、ほらな、よっしゃ、よし、マジやった、イモ女来た、よし、イモラブ、イモ女ラブ、やったぞ、サシャゲットコーニー。待って待って、イモ持ってるよこれ、多分イモとパンだと思う。やっだー、これ嬉しいな。あと1種類、あとはシークレットでコンプリート、これでしょ、間違いないでしょ、絶対来るでしょ。よしくぜ、あー、緊張すんね、頼むぜ、スポリン。よし、落ち着け落ち着け、大丈夫だ、自分を信じろ、絶対来る。よしくぜ、俺の大胸筋が触れてるぞ、俺の大胸筋がね。うわー、断面図かー、てめえこの野郎、断面図ここで来るか、お前空気読めよ。でもね、嬉しい嬉しい。3つ目からここに1個あって、でもう1個ここにあるから3つ、合計3つだ。おー、やった、断面図3つゲット、超大型巨人。でも今回初ゲットのサシャ来たから全然 OK でしょ。やべえな、可愛さで言ったらサシャナンバーワンかもこの持ってるのがいいよね、パンと芋。いやー、これ芋かな、これなんだろう、でも芋っぽいよね。あ、プッチョ持ってんのかな、これ。じゃあ最後に今までゲットしてきたプッチョを見ようぜ、プッチョファミリー、俺のプッチョファミリー。いやー、可愛くない、やっぱこんだけ揃うと可愛いね。でもやっぱね、こん中でみんな可愛いけど、やっぱり一番のお気に入りはリヴァイ兵長とミカサだよな。いやー、ミカサこれプッチョになっても可愛いぜ。あとリヴァイ兵長ね、プッチョになってもイケメン。あと断面図とアルミ、いやでも女型の巨人もな、可愛いんだよな、可愛くないこれ。ハンジさんでしょ、サシャ、いやでもね、可愛さで言ったらサシャだよね可愛さで言ったらサシャがね、断面図可愛いから、この持ってるもんがいいね。まあとりあえずはここまで来れたから、あとはまあシークレット出るまで買い続けるだけだね。うん、絶対コンプするわ、マジで。ここまで来たらね、コンプするしかないから、うん、絶対コンプしよう。強い、また次回ね、次回はシークレット、ラストのシークレットでお会いしましょう。最後はゲットしたばかりのこの可愛いね、サシャバイバイ芋女超可愛くないマジで、すっげー可愛いな、サシャ萌えだわ、ほら。いやー、すげー可愛い、ミカサ、リヴァイ兵長揃ってきたな、おい。あと一種類、いや楽しみだわ。